あの内田さんはあの、はい、あの普段からあの学生新聞というあの20万部の、あの15万部で、あ今15万部の、あの新聞を無料で学生に配られていると、でまたあのこちらの、あの学テラっていうところで、はい、あのもうこちらも無料で無料銀座の一等地 で、 そうです、これを学生さんに提供されていると、はい、すごいこう与えてらっしゃる方なんですけども、まあ、就職課 の、はい、あの代表取締役ということで、はい、もうその人脈力たるはもう本当にもうびっくりする積み重ねですこれ、いやいやいや、なんでこんなに人脈力があるのかっていうのは本当にびっくりする方で、もう本読んでもらうしかねえや、そうなんですけど、まあ、今日はこの本の紹介もやってますけど、あのぜひあのこれでですね、また、はい、あのこの所得時代を読んでいらっしゃる方にもですね、はい、どんどん広めたいなと思ってますので、またよろしくお願いします。お願いします。で早速ですけども、いくつかお聞きしたいんですけれども、あの内田さんの考えるあの徳について、あのぜひ教えていただきたいんですけども、徳通と何だろう、まあ、人徳なんていう言葉がよくあるじゃないですか、はい、僕も昔から人徳がある人になりたいなと、いうのはこうなんとなく思ってて、はい、よくあの人人徳あっていいよねと、あ俺も欲しいというのを思ってたんだけど、はい、正直最初よく分かんなかったんですよね。でもなんか最近たまに言われるようになったんですよね、はい、で何かなきっかけはと思ったら、はい、特に人に僕なんか物をあげるとか、はい、なんかただで何かしてあげるとか、結構そういうの特に最近好きなんですよね。なんかこうみんな喜んでくれよみたいな、楽しもうぜみたいな、はい、だそこら辺がね、ひょっとしたらですよ、人徳のちょっとになんかこう役立ってんじゃないのかなという気がしてんですよね。そうでしょうね、はい、いやもう私もなんか、まあ、ちょこっとだけこうあの接した時にですね、やっぱり普段からこういろんな方々に本当にこうご馳走されたりとか、ああいや昔してもらったことをお返ししてるんです、じゃないと神様に怒られちゃうね。あうちだ、お前若い頃いろんな社長から奢ってもらってて、お前奢んないのかと、まずいよねと。だからできる限り年下の人にはご馳走しなくちゃと、そう徹底的に、そう本当に徹底されてますよね、徹底的、もう残すまで食べさせるよ食べろと、食べろと、遠慮すんなとどんどん食べろと、はい、そうだ、まあ、この所得時代のですね、読者の方ってですね、やっぱりこうあの徳とか、まあ、すごく関心がある方なんですけども、一回あの人脈作りとかってなるとですね、なんかこうちょっと難しいよね、難しいですし、なんかそういう面でなんかこう どういう状態がそのいい人間関係というかですね、いい人脈の状態か、まず、人脈は作ると思わない方がいい、作ると思わない、できる、あ、なるほどなるほど、できると、ね、作ろうと思うとね、肩凝っちゃうよね、あ、そうですね、こいつ人脈にするとか、こいつ狙うとか、まあ、それ悪くないです、はい、それは上級編です、上級編、はい、はい、ですからまずは初級編、はい、人脈は自然にできていく、あー、なるほどそこから行きましょう、あー、今ずっと僕肩凝ってたんですけど、なんか楽になりました、うん作ろうと思ったらね、気合入っちゃって、相手にも伝わって、なんかこいつ俺のこと狙ってんじゃないのみたいな、それよくない、やっぱそういうの伝わりますね、伝わります、なるほど、だからこう内田さんいつも自然体で、自然すぎますね、自然すぎる、はい本当ですよね私あの最初本当にお会いした時にも私がガチガチでお会いしたんですけども、いや覚えてねえやもう嘘、覚えてる覚えてる、もう本当にこうそのぐらいこう自然に接していただいたので、なんかこっちが拍子抜けしてしまって、気さくに行きたいんですよ、いや本当そうですよね、もうざっくばらん、気を使わない、ただし最低限の、はい、まあ、ルールとか礼儀とか、はい、エチケットとか、はい、そこだけ、なるほどですね、なるほどですわ、自然体であるとしてもですね、やっぱりこう人脈 をすごくこうたくさん作るという時にやっぱコツっていうのがあると思うんですけども、うん、そういう意味でやっぱりこう内田さんなんかすごく人を喜ばせるというのは本当にうまいなって思うんですけども、そういうこう人を喜ばせるですね、内田さん的な極意みたいなものってあるんですか？あのね、最近はないけど昔はね、
自分がされて嬉しかったことを全部メモしてた。俺今嬉しかった、人から水もらったとか、人からなんか褒められたとか、だから自分が嬉しかったところを全部こうメモして、それを次の日やろうというふうにこう実践してた。そうすると自然になんかこう覚えますよね、ああみたいな。だから今は多分自然に出てるんだと思うんだよね。昔はメモってた。例えば どんなことがあるんですか。いや今水もらうと嬉しい、ってことは俺が水あげたら嬉しいじゃないの。嬉しいですね、嬉しいですね。同じです。僕がネクタイもらったら嬉しい、あ、じゃあネクタイあげたら嬉しいんじゃないのと、そのなんか繰り返しですね。なるほど。もうそれをただずっとこういろんなものを積み重ねてやり続けてきた。いや長いんですよ私積み重ね。どのくらい。いやもう大学生の時から考えてたから。そうです。でも10年以上。いやもう15年以上。15年以上。はい、うわ。人脈の作り方この道15年です。はい。偉大ですね。はい。おかげさまで。すごいですね。はい。やっぱ10年ってのはやっぱ偉大なので、やっぱじゃあ20年30年とこれからもずっとやっぱりさらに磨きかけます。すごいですね、はい、いやなんか20年目とかにまたお聞きしたいなと思うんですけど、どうぞ。楽しそうだね。いや本当に楽しいですね。